はーい、どうも、ナタだよ。今回は過去にも最強と言われていた武器プラスコープコラボを使ってガチマッチやっていきたいと思います。はい、ナナトチャージャーです。はい、でこの武器、まあ、今はねスコープ使ってる人ってほとんどいないよね、多分。うん、だいたいチャージキープできる普通のスプラチャージャーの方使ってる人が多いと思うんだけど、昔はスコープ使ってる人の方が多かったんだよね。それなんでかっていうと、まあ初代スプラがやっぱスコープが主流だったからね。チャージキープで結構、結局なんかチャージキープみんな使いこなせるようになったらチャージキープの方使うようになったんだけど、まあでもこの武器も一応射程が長いっていう利点があるんだよね。一応スプラチャージャー OK、 しっかりやっていく。あと普通にね、やっぱ当てやすい。うん、はい、それはもうもちろんだけど、倍率が高くなるから当てやすいよね。はい、ということで頑張っていきます。まあ、チャージャーは俺そんな得意じゃないんだけど、一応さ、あの9番ボムピッチャーなんで打開は安定すんねんな、多分キルそんな取れなくてもエリアは。これちょっと帰ります。ちょっとハイプレー対策で結構スパターンは多めに積んでる。よし、行きます。まあ、多分スコープだったら、ね、多分俺でもワンチャンちゃんと狙ったら当てるそうなんで、 OK、 さあ1枚やっていく。2枚やっていく。オーケー。何よこれ。これめっちゃでかいよ、このキル。あ、出てこない。あ、ちょっとまずいな、これ。で、やっていく。待って。覚醒。ナナトチャージ覚醒きた。これ、もらい。お、やばい。え、待って、俺、覚醒した。ナナトチャージ覚醒。あ、まあ確かにこの武器さ、濡れて、打開安定すんで、キル取れなくても。9番ピッチャーで。だから、この武器でキル取れたら、マジで最強だと思うわ。ぶっちゃけ射程長くて近くって時点で弱いわけない。っていうか、てか濡れる？これ、ま、ワンチャン。濡れる！濡れ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 、まずい。余った余った。ここ。ほら、当て、うわー、マジか。ナイス。え、塗ったら勝ち。勝ち。濡れ。オッケー。なーなーな、ナイス。いや、この試合、途中覚醒したな。いや、ワンチャン力がすごいわ。やっぱ一角だからさ、ポンポンポンって。当たったらポンポンポンって敵を溶けていくから。まだ現役な気する。ステージによっては使う人結構いるからね、この武器。はい、マッチングいたしました。ホッケフトのガチエリア。よっしゃ、やっていくぞ。さあ、2戦目頑張ります。さあ、編成は必須ラピザップチャート。オーケー、相手、お互い高1枚なんで、まあオーケー、相手のバレルに負けないように頑張りたい。あの、この武器ね、あの、デスしなければ、ほんと打開はずっとできるから、9番ピッターで。だから、なるべくキル取れなくても、なるべくデスしないのを意識にやりたい。ぶっちゃけ、この、射線を通してだけで相手はかなり動きづらいはずだから。ね、左通路見てれば、相手はもう左通路立てないわけだから。ただ、ずっと同じ方向見てると相手に対策されちゃうんで、こういう動きが大事。さあ、ボンピッチャー溜まっていく。ボムピッチャー、9番ボムピッチャーがエリア本当に強いんやな。キルはね、やっぱ狙えねえけど、そのエリアを強制確保できるって点で、遅延ができるよね。アタックチャンスを何回も増やすみたいな。ノックアウトされないみたいな。さあ、ここキル欲しいけど、ここはちょっとキル狙っていいか。さあ、どうしようかな。とりあえず、味方がマイル頑張ってるから、で、デスしないことによって、こう、味方の飛び先も作る。さあ、味方やっちゃった。これちょっと引くわ。お、はい。あ、まずい、これは。これ帰れるかな？ただいまー！オッケー。さあ、打開です。さあ、ここで、デスしなかったんで、9番もピッチャーすぐ溜まるから。9番もピッチャーで打開していきたい。てか、この試合まだキル取ったっけ？この試合。わかんない。キル取ってない気がする。いや、でもまあ、デスしてないから許してほしい。デスしてないから許して。さあ、9番。さあ、味方1キル入ったんで、これ。9番でしっかり、打開していきたい。さあ、左いるな。ほらー、これが、前線、武器使いのチャーパシュパシュ。はい。やばい、くしゃみ出そう。くしゃみ出そう。あ、危ね。よし。どうしようかな。ちょっと、キル、狙わないとダメなの、ちょっと。でも9番、デスせずに9番もピッチャー入って。てか、ペナルティついてないやん。まずい。これ絶対9番もピッチャーだ。いや、打開できるよ、これは。これは打開できるわ。9番もピッチャーさえれば、エリアは絶対取れるから。どうしよう。いや、これキル取ってあげたいな。ただ、
いやこれキルトのむずくない？いや無理か。これさ塗ってはいるんだけどね。しようかな。でも俺が生きてる限り味方がデスしてもジャンプして飛んでこれるから頑張って耐えます。でもなんかこうやって思うとさ、この武器キル取れてないけどさ意地はできてるじゃん。だからこの武器でキル取れたらめっちゃ強いんじゃねってちょっと思っちゃうな。ほら全くキル取れてないけどなんかこう打開とか意地はできてるからワンチャン。いやーこれどうしようかな。打開はできそう。9番ボールピッチャーが優秀だから。あ打開できるかなこれ。やばいこれ。 OK でかい。やっと来たー。やっとキルが入りました。これでいけんじゃない。1回で抜いた。 OK いや塗っていく。いやマジ今の2キルは勝ち筋じゃない。これ勝ったら逆転試合ね。ちょっとカウント稼ぎたいよねそろそろ。これキル取りたいな。うわちゃんと、うわちゃんと俺が打ち終わった後移動するの偉すぎる。うわダブルナイス玉か。これエリアに投げてる。これちょっとエリア止められたくない。これリードしたいんで確実に。確実にリードしたいから9番ピッ、9番もピッチ入った。ナイスでかいでかい。さあリード。さあでも味方に落ちしちゃったな。これは塗られるな。あ大丈夫、俺が飛び先になる。あどうしよう、打開したら勝ちだぞ。あと1分だ。ゆっくり行きたい。いやー当てれないか。やばいこれちょっとまずいな。怖いな、が怖い。いやーちょっと待って助けて。俺一人じゃ無理だこれ。ちょっと一回自陣の方に無視だな。エリア塗りたいな。一回ペナルティつけたい。やばいっす。ナイスでかい。これおっしゃ、ここで強制確保。これで強制的にガチエリアを確保していく。いや9番もピッチャーマジで強くね。ガチエリアの待って後ろにまだ5人のこれやばいな。これいやーもう一回打開か。いやーあのジャンプ借りたいけど借りないな。まずいこれは。でかい。いやこれでかすぎだろ。いやこれいける。塗ったら勝ち、塗ったら勝ち。いや塗ったら勝ちだ。バカー、やべバカはちょっと言い過ぎた。え当ててる当てる。待って9番もピッチャー食べ、あーま、マジかこれ。いや9番もピッチャー貯めたらいける。いや待って守りたい。あー守れなかった、ごめん。今シールドって、あうわーマジかこの試合。いや俺最後あれだったらジャンプしてきた味方さシールドで守ればよかった。この試合は俺の優しさが足りなかったな。俺の人間性が足りなかったこの試合。多分俺の人間性があと少し良かったら勝ってた気がする。あでもキル取ってない、ごめんなさい。はいマッチングいたしました。ホッケフトのガチエリア、よしや行くぞ。はい行きます。いやなんかこの武器使ってって思ったけどこの武器はねやっぱリザルト倍しない気がする。うん、やっぱチャージャーで大量キルって大体15キルとかじゃん。めっちゃキルしても前線武器はさ20キルとか20何キル取れるけど、やっぱチャージャーってなんかやっぱ有効キルが取りやすいけど大量キルは取りにくいのかなちょっと思ってきた。あ待ってそれはず、待って当たりませんでした。さあ頑張りましょう。あでもなんかこのチャーコラ、オッケー、チャーコラの一番大事な役割は多分打開でちゃんと9番をピッチ吐くことだと思ってる。この時はねチャージャーなのですごい濡れるのがな優秀だなって思うわ。あとスコープの、おなんかいたわスコープのいいところ1個もう1個見つけたわ。この武器さチャージキープのと違ってさスコープってさもう溜まったら基本撃つのよ、基本ポンって。だからチャージキープの武器より濡れる気がする。うん濡れるなってさ。チャージキープの武器ってやっぱどうやってもさチャージした後さチャージキープしちゃうからあんまり打つ回数少ないけど、この武器はやっぱチャージキープより打つ回数が増えるから安定する。なんかさっきからまぐれキルめっちゃ多いんだけど、うん、まあでもなんか いるかなみたいな感じで打ってるからまぐれではないのか一応予測してる。予測打ち、待ってやりたい。ナイス OK 味方のカバーあったか。
やばい、ほらシードでゴリ押し、ゴリ押しで前を張っていく。いやホッケのチャージャーが強いな純粋に。あ、これちょっとハイプレ怖いんで避けつつ、味方前線で頑張ってますね。そしてちょっとエリア管理こうやってね、一応後衛なんで一番後ろにいるから味方が前いるときはチャージャーがエリア管理するのも大事な気ですよ。パシパシだよね、パシパシ結構濡れるからな、なんだかんだ。これちょっと潜伏、敵が登ってきた瞬間チャージで、これうわ降りるか、これうわ右降りたな。さあ味方一枚落ちてるんで、いやこれはちょっときついまずい。当てるが、当てるがだがしかし無理か。いやこれは難しいな、ちょっとやっぱ入り込まれる、ああなるとやっぱチャージャーきついな。入り込まれちゃうときついから、やっぱ入り込まれる前に当てないといけないな、メインしっかり。まあ、9番もピッチャーとか溜まってればよかったけど、これナイス球、ナイスな。これ若い、綺麗に綺麗にしっかりクリアにして、さあ9番で確実にペナルティーをつけていく。さあ1枚落ちたからこれはエリア取れるはずです。 OK、 しっかりエリアを確保。マジで打開安定しすぎて悪い、この時普段チャージャー使んない俺でも9番もピッチャーを吐くだけで打開が安定していく。アンチャムしっかり当てて、はい、いや今当たんない、ちょうどジャンプされた。これはちょっとナイス、味方やられちゃう、右いいか、ナイス、味方強い、味方がちゃんと挟み撃ちしてくれるのあったかすぎる。これちょっと注意して、右から洗濯機来た、いやこの洗濯機あったらでかいけどちょっと好きだな。通路どこ見るのが正解かな、これ丸見さか、当たんないか、まずい、これまずい、破壊されたな。これボンビーチ箱、もうやばい、オッケーナイス、味方のカバーがあったかすぎる。相手も分かってきたな、俺を倒さないと一生打開されるってこと。俺が生きてる限りキューバモンピッチャーで一生エリア確保できるからな。ちょっと挟めないかな、なんでこれ、ナイス、オッケー、これキル狙います。ここなんだろうな、ここが多分丸見さん来たから見たけど、今みたいなところでキル狙う、キルを狙う取れたらかなりでかいけど、はい、ただいま、あれこれてかもう勝った、お、あ勝ったわ、あナイス77、ナイス、はい、ということで今回は久々に7とチャージャー見せました。この武器はやっぱ9番もピッチャーのおかげでガッチエリアは打開がマジで安定するね。だからこの武器でキル取れたら確かにすげえ強いなって思った。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それではバイバイ。